こんにちは、こんばんは、おはようございます。ラッパー紹介シリーズ第25回目はドグマさんの紹介です。はい、ドグマさんはちょっとカンさんとのビーフみたいのがあってからシーンから姿を消してしまってるんですが、結構ね好きなラッパーなんで、ちょっと戻ってきて、ファンとしてはね戻ってきてほしいですけどね。まあその MSC 系列はね、ちょっと戻ってきてほしいラッパー多すぎますよね。ドグマさんもそうですし、ジャスワナのメシアザフライさんとか、あとは普通にあの MSC の紹介動画でも言いましたが、プライマルさんとか大津さんとかゴーさんとか、まあ元々の MSC のメイン MC だった人たちとかね、ほんとカンさんの周りはすごいラッパーほんといっぱいいますから、またね聞きたいですけどね。うん、ってことで、黒いラップでね一世を風靡したそのドグマさんご紹介させていただきますので、ご興味のある方は聞いててくださいね。はい、ドグマさん。ドグマさんのシーンの登場はもう10年以上前になると思うんですよね。多分2010年とかそれぐらいに発売されたサテライト名義のフルスモークっていうアルバムで初登場ですかね。サテライトっていうのは MSC の別動部隊って言われてて、ドグマさんと少佐さんと宋さんっていう3人のグループなんですけど、まあ実動部隊っていうんで、おそらくその MSC の、まあ、ストリート家業的な役割を担ってるんじゃないかなと思うんですけど、ちなみにカンさん率いる MSC に関しましてはこちらの動画で、紹介してますので、お時間ありましたら、こちらもチェックしてみてくださいね。はい。で、その MSC の別動部隊サテライトなんですけども、このアルバムねめちゃくちゃかっこよくて、当時かなり話題になったんですよね。特にこの PV が発表されたんですよ。このフルスモークに入ってるクロッカーズっていうドグマさんが一人で歌ってるやつがだいぶ話題になって、誰みたいな、またすごい人出てきたなっていうのね、ほんとね結構シーンで騒がれたんですよね、ドグマさんの登場は。そっからうなぎ登りだったですね、ドグマさんの人気のコアの上がり方っていうのは。とにかく唯一無二のラップで、あの黒い感じなんですけど、今まででやったストリートラップとはちょっと違うというか、その前々回で DO さんのご紹介させていただきましたが、その時にも言ったんですけど、そのストリートラッパーって結構歌詞の内容がこう被るので、ラップに既視感っていうのがどうしてもねずっと聞いてると出てくるんですけど、そうですね、ドグマさんもあんまりこう聞いたことないラップの表現方法だったりとか、あとこのフローですよね、油切ったステアリンみたいなね感じね、かっこいいよな、ほんと黒いっていう言葉がほんと似合うっていうラップでしたね。でそのサテライトのファーストアルバムというか、まあ1枚しか出てないと思うんですけど、その活動はこのアルバム1枚きりだったんですけど、そっからドグマさん、まあ、人気に火がついてソロ活動でもねガンガンプロプスを得ていくわけですね。シーンでほんとすごい人気で、ヒップホップヘッズだったらみんなかっこいいって言ってるぐらいの感じでしたね。で顔もねイケメンなんで、なんかそのファーストアルバムっていうか、そのクロッカーズサテライトのファーストアルバムの時ちょっと太ってたんですけど、だんだん痩せてすげえイケメンになってなんかどんどんイケメンになってきましたよね。まあドグマさん結構映像系確かすごい好きなんですよね。映画マニアだったってなんかのインタビューでおっしゃってたんで、 PV とかにもまあイケメンだし、その映像とかもねかっこいいんですよね。なんか映画みたいなやつがあったりとか、ほんと映えるんですよね。だ花があるんですよ、黒い花というかね今で例えるとジンドックさんみたいな感じの立ち位置ですかね。こうバーって上がってきて、だんだんこう超新星的存在から中堅みたいな感じになってきて、まあこうストリートラップのフォロワーからはみんな支持されてるみたいな感じでしたね、関東では。 YouTube のコメントかなんかで当時ね、なんか東のドグマ西のジンドックみたいなコメント書いてる人がいて、これなんかシーンの世評としてはうまいこと言ってんなって思ったんですけど、まあ全然ドグマさんの方がデビューは早いと思うんで、同期みたいな感じかわかんないですけどね。うん、だったんですけど、カンさんが逮捕された時にですね、ドグマさんが 4K っていう曲をリリースしたんですね。この 4K の K っていうのはカンさんの K と覚醒剤の K っていうことみたいなんですけど、この曲からちょっとカンさんとの関係悪くなったっぽくなって、いろいろねこう SNS 上のやり取りだったり、対談のインスタライブだったかなのやつで対談とかしてましたけど、そうですね、まあカンさんから見たら、まあいろいろその他にも思うことがあるみたいな感じで、まあねこの辺はちょっとその本人っていうかね、当人たちしかわからないことを噂話してもまたしょうがないんで、まあとにかく、まあ、これでちょっとねカンさんと決別してしまったんですね。で鎖グループからも脱退してるんですが、
そうですね、その後その音楽活動自体全くシーンから姿を消してしまったんですよね、ドグマさん。正確にはその後すぐじゃなくて、ジャンクマンさんとその後共同作品とか出されてるんで、引退の理由がカンさんとのビーフが原因かは分かんないんですけども、もう2年ぐらいはシーンから姿を見せてなくて、それで現在に至るんですけども、これはね本当ファンとしてはね残念でならないですからね。ドグマさんこれからもねずっと聞きたかったですし、どうなんですかね。だから結局そのストリート的ないろいろいざこざがあって戻ってこないのか、もうドグマさん自体がもうラップやりたくねえみたいな感じなのかわかんないですけどね。またいやまたあのラップ聞きたいですよね。ほんとかっこいいですからね、ドグマさんは。ってことで次の章ではそんなドグマさんの超かっこいいラップ解説していこうと思います。はい、ドグマさんのラップについてなんですが、やっぱドグマさんのラップはこのソロ活動の方に注目が行きがちなんですけど、やっぱねまずその最初のフルスモークサテライトのアルバムが、これかなり自分的にはね名盤なんじゃないかって思うぐらい結構いいアルバムで、そのさっき言った通りクロッカーズっていうドグマさんが歌ってるやつ以外にも、これねアルバムとしてかなり完成度高いと思うんですよね。ほんとね MSC はラップ下手な人が誰もいないので、サテライトもご多分に漏れずって感じなんですけども、自分はねソウさんっていう人が好きなんですけどね。少佐さんとかはたまにあの MSC のアルバムにも入ってたりするんですけどね。ソウさんとドグマさんはここで初めてラップ聞いたんですけど、ほんとねドス黒いですよね。やっぱ何なんだろうな、 MSC の時にも解説の時にも言ったんですけど、この一派のやっぱラップってね、なんていうんですかね、他のストリートラップよりもなんかねどんより感ですよね。これほんとたまんないっすよ。なんていうんですかね、同じ不良系のストリートラップでも陰と陽があるとしたら、陽がアナーキーさんだとしたら、ほんと MSC は陰ですよね。アナーキーさんって過激な歌詞、特にラフネック時代、昔は過激な歌詞多かったですけど、どっちかって言ったらこう人にパワーを与えるような感じじゃないですかね。なんですけど MSC ってそんな感じ全くないですもんね。ない、まあそういう曲がないこともないんですけど、サテライトのアルバムはもうまさに重たさ満載って感じでね、かなり自分好みなんですけども、そんな中でこのドグマさんのインパクトもやばくて、ちなみにこのねニート東京で語ってましたが、ドグマさんのこのフローはカンさんが考えたみたいですね。油切ったステアリンガストリンエンプティを油切ったステアリンガストリンエンプティに変えたっていうのはカンさんのアドバイスみたいですけども、ほんといいっすよねあれね。あとリリックもかなり文学的っていうか、なんか小説みたいな感じの書き方をされますよね。そこに MSC のルールであるハイプな表現は許されない、リアルは絶対っていうのが混じり合ってて、なんて言いますか、ノンフィクションストリート作家みたいなノンフィクションストリート小説の韻踏んだバージョンをこう読んでるようなねリリックで、結構こう客演とかでもドグマさんが入ってくると、あってすぐわかる。やっぱかっこいいラッパーってこう存在感があるっていうか、こう複数歌ってるような客演だったり、あのグループで歌ってるような場合でもすごい目立ちますよね。あ、バースが始まったって思うじゃないですか。個性あるかっこいいラッパーってこうバイアスなしでも、要は初見でもマイクリレーの曲とかでその人のバースが始まると、お、誰これみたいな感じに、ね、なりますけど、ドングマさんは本当ねそんな感じのタイプですね。引きつけるっていうかね、そういうカリスマ性みたいのもありますよね。あとはドグマさん PV ですね。プロモーションビデオもねかなりかっこよくて、まあ映像作品結構映画マニアらしいんですけども、特にバイオレンス映画まあそんな感じありますよね、映像見ててもね。なんせ小学生の時にタランティーノのパルプフィクションにハマってたっていう、小学生であれハマるって結構将来有望な感じですよね。まあ生かされてますよね、ちゃんとね、この自分の活動にね、それが。本当ね、映像かっこいいですし、あとドグマさんは毎回 PV でジョイント吸ってますよね。バダサイさんと同じぐらい毎回吸ってますもんね。似合いますよね。ジョイントって吸い方、やっぱかっこいいかっこよくないってあると思うんですよね。特に映像作品にするときってまあかっこいいし抜いてると思うんですけど、ドグマさんの吸い方かっこいいですよね。あの俳優の方でちょっとね顔が出てきて名前出てこないんですけども、その方と対談してる動画を昔見たことがあるんですけども、その方結構そのチンピラ役だったりヤクザ役だったりが多いらしいんで、そのタバコの吸い方とかドグマさんの映像を見て、こう悪そうな吸い方っていうのがすごい勉強になって、これやってみようと思ったみたいなエピソードがすごい印象に残ってるんですけども、
本当ね、ドグマさんは映画出演とかね、バイオリンス映画とか出てほしいですけどね、本当男前なんでね、映えると思うんですよね。うん。その前にちょっとね、ラップをね、復帰して、またね、あのかっこいいバースをね、蹴ってほしいと思いますけどね。ドグマさんはシーンから姿を消して1年半ぐらい経つんですかね。ちょっと皆さん待ちわびてるんで、ぜひともね、ちょっといろいろあるかもしれませんが、ファンとしてはね、ずっと待ち焦がれてるんでね、また復帰を望んでるっていう感じですよね。うん。聞いたことない方はですね、ぜひとも曲チェックしてみてくださいね。めちゃめちゃかっこいいんで。はい。で、これからもかっこいいラッパー、いろいろ紹介させていただきますので、ご興味のある方はよろしくお願いいたします。いい暇つぶしになったという方は、チャンネル登録、高評価してくれましたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。